どうもマックス鈴木でございます。私は本日、埼玉県行田市というところに来ております。本日お邪魔させていただくお店さんがこちら、ちょっと見づらくてごめんなさい、串焼き生き生きさんという居酒屋さんなんですけれども、こちら美味しい焼き鳥と美味しいお酒が飲めるところなんですけれども、こちらでなんと創業当時、まあ20年以上続くチャレンジメニューがあると。総重量が 4.1kg、 焼き鳥丼なんですけれども、壺に入った焼き鳥丼が、3.4kg ぐらいっておっしゃってたかな。で、豚汁が700の 4.1 みたいな感じなんですけど、制限時間40分で、なんと20年以上続く中で、百数十名が挑戦して、成功者がたったの6名ということでございまして、これかなり強敵なんではなかろうかということでございますので、気を引き締めてこちら生き生きさんのチャレンジメニューチャレンジしていきたいと思います。ただですね、美味しく食べるようかなり工夫もされてるみたいですので、その辺も込みで皆様と一緒に共有できたらなと思います。では本日は埼玉県行田市にございます生き生きさんよりマックス TV スタートです。ごめんなさい、特に意味ないです。めちゃ重いっす。まあこの壺じ亀自体も結構重いらしいんですけど、いただきます。5からですか？お願いします。はい、5、4、3、2、1、よいしょ。さて、いただきます。いただきます。さてと、まずはスープから。豚汁かなこれ。うわ、うまい。あ、結構濃いめな。じゃあいただきます。うわ、早速あれがいっぱいあるんですけど、ちょっと分かりづらいんで、ちょっとこれ食べちゃいますわ。かつお節こっち入れますね。何が入ってんねんというところからスタートです。すげえ、マヨが入って、てか、なんか卵が入ってる、生卵の黄身マヨと、あ、すみません、ありがとうございます。あ、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます、大丈夫です。あ、すみません。こんな感じですね。うん、いわゆる焼き鳥っすわ、普通の。うまい。あ、うわ、めっちゃうめえ。しかも生卵、これ多分何個か入ってんな、きっと。うん、これバクバクいった方がいい系っすわ。ちょ、ガッといっちゃおう、これ。うん、結構煮込まれてるお肉で弾力ありますね。うん、間に卵挟まってから結構スピード出せますよ、これ。めちゃめちゃ中何入ってんねん、見づらいよってあると思うでしょ。ごめんなさい、本当に。
うまい。なんか味付け鶏肉マヨ生卵を丼んだ感じ。かなり食べやすいですね、やっぱ。うん。うまいです。ありがとうございます。食べやすいのレベルではない量ですけどね。量が。
ごさんしゃーい、あざっす、あざっす。これめちゃめちゃ食べやすかったです。美味しかったんですけど、もうつるつるいきました。すげえ。でも最短です。本当ですか。やっぱりそれもダントツ最短です。ありがとうございます。いや、焼き鳥ってやっぱ結構そのなんていうんですか、歯応えのある食べ物を焼いてあるから、はい、あれかなと思ったら意外にこうツルツルっとこう卵とか結構マヨネーズとかがこう入ってますんで、はい、結構一緒に噛みながらいける。あとこれも多分大きかったです。はい、早かったです。これのおかげでも本当に美味しく楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。皆様埼玉県行田市に来た際はぜひですね、こちらのイキイキ、はい、イキイキさん、はい、イキイキさん来てみてはいかがでしょうかという、えマック鈴木の焼き鳥丼、そして、豚汁の、4.1 キロでしたっけ。 4.1 ですね。 4.1 キロ40分チャレンジでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これは結構タイムトライアル系で面白いかもしれないですね。あ、本当ですか。やってて思いました。You and I meant for me, still not surprised.